みなさん、こんにちは。フレンス語を習いたい方いますかはーい。今日はフレンス語のパン屋さんとかフレンスパンの単語を教えます。最初はパン。パンのことはパン。パンっていう。パンの種類いっぱいありますでしょとりあえずバゲット。バゲット。 パンコンプレイ。パンコンプレイ。日本語では言いにくい。全流コーパン。はい。次はパンドミ。パンドミ。パンドミは食パンのことです。次は甘いパンの話したい。フレンスで Amai pan wa pan de wa naku viennoiserie to iimasu. Viennoiserie. Viennoiserie no dewa, en Asagoan de taberu pan, tatoeba croissant. Croissant. Matawa pain au chocolat. Pain au chocolat. おぉ、食べたくなる。フレンスのパン屋さんの中でパンだけではなくケーキとかパティスリー、ガットもよく売っています。そのパティスリーかガットの中で一番多いのはエク l ー,アンエクレーを Matawa, mille feuilles. Un millefeuille hein? feuilles. D'aïskides, tarte, adimas. tatoeba et bas, tarte au citron. Tarte au citron, wa wow. lemon tarte des. Tarte au fraise. Tarte fraise. トフレーズはチ号のタルト。わかりました今日はここまでです。いいねを押してください。また